一般財団法人日本ボクシングコミッションは日本においてプロボクシング競技を統括する機関。1952年4月21日に設立された。世界ボクシング協会、世界ボクシング評議会、国際ボクシング連盟、世界ボクシング機構、東洋太平洋ボクシング連盟に加盟している。なお本校では WBA、WBC、IBF、IB WBO を総称として主要4団体とする。1935年までには田辺総英を会長とする帝国検討協会が設立された。戦前には検討保護法案が企画されたり、ボクシングに関する法律を法制化しようという動きがあった。これらは実現しなかった。その後、1952年に日本ボクシングコミッションが設立するまで、 ジムの経営者の集まりによって日本のプロボクシングは管理されることになった。1951年5月に当時世界フライ級王者だったダドマリノが来日し、白井義しと対戦。試合はマリノが 10R2 から1の判定勝ちを収めたが、白井の検討ぶりに世界王座挑戦が具体化し、コミッション設立が企画されるようになった。そして、 当時あった全日本ボクシング協会で協議が重ねられ、当時後楽園、スタジアム社長だった田辺総栄がコミッショナーとして、下紋委員には、当時後楽園スタジアム副社長だった真部八千代、当時衆議院議員だった木勝義一郎の二人が推薦された。衰退式の前に内々に、田辺に話は通し、衰退式が開催された。1952年4月21日に、 コミッショナー制という世界のプロボクシング工業における原則に従い、日本におけるプロボクシング統括機構として設立された。同日東京会館別館において日本ボクシングコミッショナー推退式が行われ、当時の東日本ボクシング協会の理事長であった本田明が田辺総英をコミッショナーに推薦した。1956年3月、 浅草公会堂の試合を最後に JBC に無届けの草試合が禁止されると事実上の一国一コミッション制が形成され後に JBC ルールの宣言に日本ボクシングコミッションは昭和27年4月21日日本プロボクシング協会の水災により日本で行われるすべてのプロボクシングを統括するために一国一コミッションの方針のもとに 設立されたなどと盛り込まれるようになっていった。1978年に財団法人が2013年7月1日付で一般財団法人へ移管され現在に至る。設立時より WBA に加盟。1963年に WBC にアブフを通じて加盟。1966年9月27日に WBC 世界ランキングを非公認とするものの、1970年、ジョニー・ファメション・タイ・ファイティング・原田の第2戦に際して、WBC 世界ランキングを公認した。2013年に、IBF ・ WBO にそれぞれ加盟。2014年5月15日付で、本部事務局を長らく入居していたビルから高楽園ホールビルへ移転した。2005年、 フラッシュ2月8日号に掲載された JBC 中部事務局 A 級レフェリーの告発により中部事務局長船橋幸男が試合最低の不正行為を行っていたのではないかという疑いが発覚した JBC は調査結果からは不正事実を確認できなかったとしながらも信頼を損ねたとの判断から船橋を無期限職務権限停止にした二0 1年 会文書を発端に、安康康康義事務局長の不正経理疑惑が浮上。それを受けて、5月16日に緊急理事会を開いて5月10日より1ヶ月の休職と斉藤新一専務理事の代行、調査委員会の設置を決めた。5月31日には、JBC 職員4名が内部告発を行った。6月10日、 調査委員会より不正が見つかっていないと報告されたため、安コーチを事務局長代行の補佐として復職させるを、ことを決めた。その後、森田県理事が事務局長代行に就任するが、安コーチの復職への反発が強く収集がつかないため、森田は JBC に辞表を提出し、JBC に代わる暫定的な新管理団体設立を表明した。 辞表は27日に提出されたものの、JBC はこれを拒否。その後、28日の理事会で、森田の事務局長就任と、安コーチの事務局員、斉藤の理事へそれぞれ降格処分が下された。しかし、混乱は収束せず、その後、結局安コーチ元事務局長は JBC から残った、肩書きの事務局員を解任され事実上、 JBC から追放されることになった。安コーチは JBC に対して民事訴訟を起こし勝訴が確定している。設立以降、東京ドームの社長が兼務するのが慣例になっている。初代、田辺は親分派だ。二代目、真辺は法律家で田辺の意向を受け継ぎ、ルール改正に積極的に取り組んだ。三代目、庭は会計検査院出身で、 政治力や度胸があり、WBA 総会に出席した最初のコミッショナーである。四代目の保坂は実業家、経済人で経団連の役員も務めた。五代目の林は営業畑で緻密、温厚な人柄であった。本部事務局長は JBC の最高責任者であるコミッショナーに代わって第一線で指揮官役を務める。初代、菊池は学生時代、 明治大学柔道部で活躍。この時、早稲田大学柔道部の田辺総英と知り合う。田辺が社主を務める新橋の国法新聞社では、菊池が編集局長を務めた。田辺は菊池の明晰な頭脳と度胸を買い、自らが初代コミッショナーに就任する際、同時に菊池を事務局長に迎え、菊池は東京港櫛田村町にコミッショナー事務局を置いた。 菊池は強靭な精神力を持ち、契約、健康管理の書類を完備するなど事務能力に長けており、契約書をファイリングし、選手の戦績表や健康カードをナンバー制にして、後のデジタルデータ化の礎石を築いた。後方に具体的な試合経過などを盛り込み、カラー写真を掲載するなどして充実させ、業界関係者やマスメディアにも販売した。また、 調停が得意で、利害の対立から関係業者の攻撃を受けても、決して相手を憎まず、一度友好関係を結んだ、相手を裏切ることは、絶対にしなかった。三代目、小島は弁護士を志し、片山明の秘書を10年務め、片山引退後に元弁護士会議長で、後楽園、スタジアム社長の真部八千代と知り合うが、 この時マナベが二代目コミッショナーであったことから1964年に JBC 事務局に入り、堅実な実務かぶりを発揮した。初代事務局長の菊池からは、コミッションは政治だ。略頭を働かせて、ボクサーの権利を守ってやる。ボクサーをかばってやるのが JBC の仕事なんだ。この業界はトラブルが多すぎる。俺は、柳に、風で、たとえ、 後ろからばっさり切られても生き残る力がある。お前は、俺みたいに迫力はないけれど、知恵という武器を持っている。法律で喧嘩すれば勝てる。鬼に金棒だよ。お前らの新しい時代は、米国スタイルで、ルールがてだと言われたという。小島は、WBA の副会長、WBC の就寝実行委員を務め、スーパーバイザーとして、多くの世界戦に立ち会い。 日本プロボクシング界のステータス向上に貢献。1991年9月には WBC の厚労賞を受賞した。小島はコミッションも欠落していることがいろいろあります。海外との連絡、応対などで人材が必要とされ、お金もかかるし、米国のように政府の管理下にあって、お役人だとやることは、はっきりするのですが、日本の場合はそうはいかない。 と考えながらも、米国ルールをもとに、世界共通のルールを目指し、選手の安全管理のために前日計量を徹底し、1980年には、すべての選手に CT スキャンを義務付け、1998年に、スタンディングカウントを廃止した。四代目、安コーチは小島から抜擢され、2006年の就任以来、ワ腕を振るった。安コーチの経歴等については、 日本ボクシングコミッション事件、安高地強氏の経歴と従前の評価及び日本ボクシングコミッション事件日米コミッションの仕組みの違いを参照。常実の原則に則り、日本プロボクシング界の最高統括機関として、主に以下の業務を遂行している。日本各地の事務が主催し、後楽園ホールなどで、日々開催されているプロボクシングの試合を正式なものと認定し、 勝敗の結果や、それに伴う選手のランキング移動などを認定する。JBC の権限は、日本国内で開催されるすべてのプロボクシング試合に、及び、主要4団体が認定する世界タイトルマッチも、同様である。すなわち JBC の認定なくしては日本で、プロボクシングのあらゆる試合は成立しない、と JBC は主張しているが、ルール第1条。 日本ボクシングコミッションコミッショナーは日本ボクシングコミッション管轄下で行われる日本でのすべてのプロフェッショナルボクシング試合公式試合上におけるスパーリング及び事前試合を含むお式及び監督する権能を有するの JBC 管轄下で行われるの文言は1997年日本 IBF 活動再開時に指摘特選の禁止及び 公正取引の確保に関する法律違反の回避に盛り込まれた。観光ビザで来日するなどの事案が発覚した際には、そのプロモーターなどに対しライセンス停止などの厳罰を持って望んでいる。過去に処分された例が複数件あり。JBC が公認する国際タイトルは主要4団体が認定する世界王座及び WBC ユース世界王座、それに、 オペブフが認定する東洋太平洋王座、そして w b o が認定するアジア太平洋王座である。それら以外のタイトルについてはいかなる場合でも、国内ではタイトルマッチを許可せず、海外でも試合こそ審査の上で認可するものの、ダッシュした場合も JBC は公認せず、場合によっては返上を促し何らかの処分を与える。 日本における唯一公式のランキングをミニマム級からヘビー級までの17階級において認定している。原則として1勝以上を挙げた A 級ボクサーを対象に日々開催される試合結果を元に月に一度 JBC 日本プロボクシング協会専門識者新聞社ボクシング担当記者らによるランキング委員会を開き更新される。タイトルの移動はもちろん ランキング入り会中や、勝敗の結果に伴うランキングの上下の認定も JBC が行う。日本ランキングは2013年10月度発表より2018年3月度までは、各階級15位までだったが、2018年4月度より大幅に拡大され、12位以内にランク入りした選手に対して、日本王座挑戦権が与えられる。 女子の公式なランキングは長らく存在せず、東日本ボクシング協会が制定する G レジェンドランキングがその代わりとして機能していたが、2017年に日本女子育成ランキングが新設された。ただし、クラス問わず1勝以上を挙げた女子選手を対象とし、6回戦1勝以上を挙げた選手に対して日本女子王座挑戦権が与えられる。一方、 2017年より東日本協会が創設した日本ユース王座については2018年9月より公認されており、王者は日本ランキング13位以下の対象にされている。2019年3月、オペブフ加盟国の選手も日本王座に挑戦可能になったと発表した。原則としてオペブフランカーが条件であり、日本を出国した時点で資格を失い王座は空位となる。 このルールは2015年までにも運用されていたが、適用例はなかった。だが、日本女子王座及び日本ヘビー級王座の活性化を狙いとして復活させることになった。なお、ボクシングマガジンなどが独自に認定している、日本ランキングは全て公式のものではない。その他、JBC ルールブック第5章、第25章にある、原則8回戦の遅行者も公認するが、 21世紀に入ってからは西部日本の若干のケースのきほぼ行われていない。6回戦でタイトルマッチ実施される場合も多く、王者が JBC 日本ランク入りした時点で自動返上となる。JBC は統括機構であるためプロボクシングジムの管轄も行う。つまり JBC 各日本協会に加盟したジムでないと、 JBC 管轄下のプロボクシングの試合は行えず、また所属する選手も JBC 管轄下のプロボクサーとして認定されないということになる。もちろん選手の認定には選手本人のライセンス取得などが必要であるが、このライセンス自体が JBC 各日本協会加盟事務にしか発行されていない。なお、アマチュア専門の事務やボクササイズなど、 スポーツ向けジムの中には JBC 各日本協会に加盟しないジムも多数存在する。JBC はジムと同様に選手の統括も行っており、上日のランキング認定に加えてプロボクサーの認定も行っている。プロボクサーになるためには上日の条件を満たしたジムに所属し、JBC が開催するプロテストに合格する必要がある。また合格して、 プロボクサーとして活動している選手に対しても、JBC が定めた条件によって試合出場禁止、引退勧告、ライセンス剥奪などを行うことがある。主な条件は、全体をまとめる組織として JBC とは別に、国内のボクシングジムによる組織である、首都圏の東日本ボクシング協会をはじめとした、各地の日本協会、それらをまとめる日本プロボクシング協会が存在し、 JBC と協会は互いに独立している。JBC 設立前には全日本ボクシング協会なる組織が統括しており、JBC 設立の際に事実上吸収される形で解散したが、1957年にプロモーター協会、マネージャー協会、オーナークラブが相次いで発足され、1962年にこれらが統合されて日本ボクシング協会を設立。 その後、全日本ボクシング協会を経て2000年3月、日本プロボクシング協会と解消されて、現在に至っている。日本国内のプロボクシングにおいて、JBC がライセンスやランキング、ルール面、JP バが工業や育成面を分担している。一方、各日本協会に加盟するには JBC に認められた事務であることが条件となっている。また、協会長及び、 各地区協会会長、その他一部役員は JBC においては評議員として加わっている。なお、日本プロスポーツ協会には J プバが加盟している。JBC が定めるライセンスの種類は以下の通り、同一人が2種類のライセンスを所持することはできない。ただし、クラブオーナーがプロモーター、またはマネージャーを兼ねることはできる。また、トレーナーがセコンドを兼ねることはできる。 JBC が定める公式戦のルール。現ルールは2016年に改正された。なお、国際タイトルマッチについてはタイトル管理団体ルールに則る。JBC 及び日本のプロボクシングが抱える課題としては主に下記のものがあり、JBC を含めた関係者によってしばしば協議されている。上実の通り、 JBC では2009年までスーパーミドル級以上のランキング認定を行っていなかったが実際に同級以上の選手が全く存在しないわけではなかった。しかし彼らはランキング認定までは日本でプロボクサーとして活動することができなかったため西島洋介のように海外で活動して WBA、WBC をペブフのいずれかにランクインするかプロ以外の手段で ボクサーとして活動するかしかなかった。現在の日本人の体格ではヘビー級で十分なランキングを作れるほどボクサーが集まるとは思えないがスーパーミドル級やライトヘビー級に関してはしばしばランキングの認定を要望する声が上がっている。日本人の体格はヘビー級が廃止された時よりも平均身長で8センチ程度伸びていて テラチ・ヒサシなど過酷な減量を強いられていた選手もいた。これについては、稀にオケロピーターのように海外から重量級の有望選手を獲得できても、ジムに海外でのコネクションがないためランカー戦や世界戦の交渉をまとめられず、ようやく実現しても、すでに選手としてのピークを過ぎてしまっているという弊害もある。日本人においても、竹原誠隆氏が、 ヘビー級で活動しているが、対戦相手が見つからず、長期間のブランクを強いられ、最終的に JBC ライセンスを手放して、オーストラリアへの転籍を余儀なくされた、ということもあった。ただし、こうした弊害は弱小事務では中継領級においても、見られる現象で、定権プロモーション代表、ホンダー・彦キヒコなど、有力プロモーターの助力を仰ぐ形で、ようやく実現するといった。 マッチメイクも少なくない。だが、2008年11月に東日本ボクシング協会がヘビー級活性化へ向け日本タイトル復活を JBC に働きかけることを検討した。12月の日本プロボクシング協会理事会の承認を経て JBC へ要請したものの具体案がないことから一度差し戻された。2009年2月9日、 東日本協会内で特別委員会が設置され、具体案を検討した上で、改めて提出。12月8日に重量級を対象とした第一回プロテスト実施、2010年のマッチメイクを目指した。ヘビー級復活に合わせて、当初よりランキング作成されていなかったスーパーミドル級からクルーザー級までも設置する方向となった。そして2011年、 K-1 ヘビー級で活躍した藤本京太郎のプロボクシング転向もあり、日本ランキングが復活。この際に、上記の竹原も日本へ復帰を果たした。さらに2013年7月25日、藤本京太郎と上述のオケロピーターとで日本ヘビー級タイトルマッチが開催、藤本が56年ぶりの日本王者に輝いた。JBC では、 世界王座認定団体のうち WBAWBC に加盟してきたが世界規模では国際ボクシング連盟と世界ボクシング機構を合わせて主要4団体とされている。そのため世界王座を獲得するチャンスを増やすためにも JBC は IBFWBO に加盟するべきとの声がしばしば上がっていた。JBC は世界王座の乱立は 好ましくないとしてそうした意見を退りけていたが、WBC も発足当初は、加盟を拒否していた団体であった。その後、高山勝成をはじめ IBFWBO の世界王座挑戦の機会を求め、国内ライセンスを放棄して海外に拠点を移す選手も目立つようになり、非加盟のままでは IBFWBO への挑戦を希望する選手の海外流出が加速し、 現行のクラブ制度が崩壊しかねないとの声も関係者内で広がっていた。西日本ボクシング協会は2010年10月に IBFWB 横領団体への加盟を申し入れることを表明した。10月30日のヒジェープは定例理事会で協議されたが継続審議となり12月23日に改めて検討されることになった。これにより、 IBFWB 大加盟問題について、初めて本格的な議論が持たれた。協議の結果、世界王座の権威を保つという前提も含め、WBA、WBC との統一王座に限定して、王座挑戦を認める方針を示し、2011年2月に決定された。ただし、認められたのはあくまでも統一戦を行うことであり、防衛戦については、当面認められなかった。 この規定に先立つ2010年4月30日、当時 WBC 世界バンタム級王者の長谷川、ホズミと WBO 世界同級王者、フェルナンド・モンティールの事実上の統一戦が実施された。この時は長谷川が勝利した場合 WBO 王座は即返上することになっていたが、長谷川が敗れたためモンティールが統一を果たした。 また規定成立後の2012年10月13日には WBC 世界スーパーバンタム級を長期防衛し名誉王者に認定された西岡俊明と WBO 世界同級王者のニトドネアとの WBC ダイヤモンドベルトと WBO 王座の統一戦がアメリカで実施。こちらも西岡が勝利の場合は WBO 王座を返上する予定だったがドネアに敗れた。 結果として IBF と WBO 認定前の統一戦は、この2例のみで、日本国内での正式な統一戦は実現しなかった。2013年2月18日、JBG は同年4月1日付で IBF ・ WBO に加盟し、両団体の株王座は認めないが、世界戦に限っては認可することを発表した。これに伴い、JP a は、 主要4団体の世界挑戦において、日本国外での挑戦や、指名挑戦者としての挑戦を除き、元世界王者あるいは、日本、東洋太平洋王座獲得経験者、アマチュア3大国際大会3位以内、入賞経験者以外の挑戦は認めないこと、世界挑戦が決まった日本王者はあらかじめ王座を、返上すること、国外での挑戦の場合は MRI を受信し、 健康面で問題がないことを証明することを、内イとして義務付けた。二団体への加盟を受け、2009年に JBC を離脱し、IBF 世界ミニマムキ王座に挑戦を続けていた、高山勝成が2013年7月12日、2012年に WBO 世界ミドル級王座挑戦のため、JBC を離脱した、石田淳優が2013年3月15日に、 それぞれ JBC へ復帰を果たした。なお鉱山は IBF 加盟の前日である2013年3月30日に IBF 王座を獲得、日本復帰によって初の JBC 認定、IBF チャンピオンとなった。ただし、鉱山の自由でもある山口健一や未公認時代に IBF 王座を獲得した荒垣悟のように JBC への復帰を申請していない選手、 元選手も存在する。IBFWBO 加盟以降も世界王座以外は認めていなかったが、WBO アジア太平洋王座のみ J プバからの要求に応じて2016年よりタイトルマッチの国内開催を認可することになった。ただし、当面は王座の正式認定は行わず、各試合を検証した上で王座認定の是非を判断することになった。 そして2017年8月より正式承認に至った。なお WBO アジア太平洋王座経験者の世界王座挑戦資格は WBO に限り認める。上記の IBFWBO 問題にも関連するが、近年では WBAWBC が認定する王座の扱いについても議論が増している。その理由として、両団体とも 暫定王座の蘇生乱像やスーパー王座、シルバー王座創設などを進めており、その結果として、他団体不認可の前提である、世界王座乱立の防止という建前はもろくも、崩れてしまっている。これも、IBFWBOA の加盟論議を進めるに、あたって一つの問題として提起されている。現在、JBC では、WBA、WBC 公認であっても、 世界王座以外の王座を認めていない。ただし、WBC ユース王座については若手育成面のメリットも考慮し2011年に条件付けで解禁されている。一方、暫定王座についてはこれまで正規王座同様に世界王座として認めてきたが、今後は認めない方向で検討に入ることとなった。 特に WBA の王座乱立は著しく、2011年2月時点で17階級中10階級で暫定王座が存在するという異常な状態であり、スーパー王座もその基準が曖昧になっている。2011年2月28日以降、WBA の暫定王座を世界王座として認めない方針を固めている。2013年8月1日、 江藤光義が非公認決定後後初の WBA 暫定王座獲得者となった。2007年までは JBC では女子の試合を認めておらず、国内では当初は高月雅子を筆頭に全日本女子格闘技連盟が同連盟自然消滅から20年近く経過し、キックボクシングジムを母体に1999年に設立された日本女子ボクシング協会が統括していた。 昨今の女子格闘技ブームの流れに影響され、女子ボクシングも活発化しているものの JBC 認定でなかったため、正規のプロボクシングとはみなされておらず、女子ボクサーはキックボクシングやアマチュアなどのジムに所属するか、あるいは尾関桃のように海外で活動するか、菊川美希のように JBC 公認ジムに所属していても試合では架空のジム名を名乗っていた。 ところが近年は WBC 及び WBA が女子の部門を設立し、世界各国のコミッションも女子ボクシングを認める方向に傾いてきており、国内でも女子を認めるべきとの声が多くなった。このような状況の中で2005年12月、東日本ボクシング協会が JBC に女子の解禁を要請したことを受け、JBC は女子の解禁について、 検討を開始した。2007年11月20日の JBC と日本プロボクシング協会の合同検討委員会、おいて女子にライセンスを発行することを認め、2008年2月に第1回プロテストを実施することを発表した。受験年齢は32歳までとしているが、経過措置として1年間は32歳を超えていても、実力を認められた選手の受験を認めることになった。 また、胸部や骨盤を守る防具の着用、妊娠検査受診や、生理問診票提出など、女子選手の安全を考慮する形になった。また、女子のみのルールとして1ラウンドを2分間とし、女子のみの階級として、アトム級とミニフライ級を設置する。日本タイトルマッチは8回戦で実施することも決められた。ただし、 女子選手でも協会に加盟しているジムに所属せねばならず国際女子ボクサー協会世界スーパーライト級チャンピオンのライカなどの女子選手の多くは協会非加盟のジムに所属していたため加盟ジムに移籍するか所属ジムが協会に新規加盟しない限りプロテストを受験することができなかったライカの所属する山木ジムは女子選手育成の実績が高いことから 加盟量応免除でに加盟することとなった。また、JBC の認定する世界王座は男子同様 WBA と WBC のみであるが、アイフバや女子国際ボクシング協会をはじめとする女子限定のタイトルの方が歴史が長く、権威も上回るため、これらのタイトル認定についての議論も起こっている。さらに、選手数不足も大きな課題であり、 日本ランキングについても作成が未定な状況となっている。2010年よりジム練習生を対象とした準公式戦女子ボクシングプロトライアルマッチを実施しており、一定の勝利を収めればライセンスを得ることができるようにしている。また、2013年に上述の通り世界王座挑戦資格が改められたが、女子は日本王座が設けられてないこともあり、適用されない。 2017年5月9日に日本女子育成ランキングを作成し、年内の日本女子王座承認を目指す。K1 プライドをはじめとする新興格闘技の人気上昇に伴い、近年はボクシング引退後に他の格闘技へ転校する選手も多くなっている。しかし、これらの選手の多くはボクサー時代に心身ともにダメージを受けており、 その上で格闘技の激しい試合をすることは健康上からも非常に危険と判断されている。さらに現状では転校先での成績が振るわないため、このままでは伝統のあるボクシング界の権威が損なわれるという懸念の声も多くなった。2005年10月に元日本王者の鈴木悟と大東明が K1 で敗北したことが問題となり、これを受けて、 西日本ボクシング協会は2005年12月1日より同協会に所属した元ボクサーが他のプロ格闘技に出場した場合、事務運営やトレーナー、マネージャーなどでのボクシング回復期を認めないとする流出防止策を施行。日本協会参加の他協会にも同調するように働きかけているが関係者の間で賛否両論があり、他協会や JBC は 慎重な姿勢を未だ崩していない。一方 JBC は黒い霧事件以降プロ格闘技選手の掛け持ちでのライセンスを認めていないが、東日本ボクシング協会の新会長に就任した大橋秀幸は、これらの選手に対して競技活動を継続しながらのプロテスト受験を認めるプランを発表した。まず、選手層の薄い女子と重量級から掛け持ちを、 認めるという方針を示している。掛け持ちを禁ずる方針は、日本と韓国が顕著であり、他国ではムエタイが盛んなタイをはじめ、キックや他の格闘技との同時進行は珍しくない。WBC では2005年より、ムエタイ部門を設立し、他の主要団体も追随しているものの、JBC ではこれについて、一切関与しておらず。 WBC については、ジャパンプロフェッショナルムエタイコミッティなど JBC とは、無関係な組織によって認定されているが、現在のところ JBC はこれについて特に排除する、動きはない。また、その後の総合格闘技全般の興業不振や、団体の崩壊もあり、上述のように、K1 選手だった、藤本京太郎が、プロボクシングに転向する。 従来とは逆の流れも見られるようになった。キックボクサーの久保健次も2012年にプロボクシングに転校した。女子でもキックボクサーの吉田実ノルが2014年にプロボクシングに転校し、2019年には WBO 女子世界スーパーフライ級王座を獲得した。2019年8月22日、日本協会は JBC の協力のもと打競技、 類似イベントに関する全国集会を開き、戦績や小巻の実態が確認できる多他競技の団体については、選手層の薄いヘビー級及び女子に限り相互に受け入れを可能にしたり、主要団体の無タイ部門への参加などが検討されている。現在、日本のプロボクサーを取り巻く経済状況は必ずしも恵まれたものではない。例えば、日本チャンピオンのファイトマネーは、 もちろん選手個人の人気にも夜が1試合あたり100万円程度である。そのうち33%を超えないマネジメント料を所属事務に収めるなどの規定があるため、名門大手事務所属でなければ選手本人の取り分は1試合につき平均60から70万円程度以下であると言われる。周知のようにボクシングは基本的に頭部を集中的に狙い、 倒すという競技の性格上、他の格闘技と比べ、心身を非常に消耗する競技であり、特に選手のレベルが上がるチャンピオンクラスでは、試合数を年間2から3試合程度に抑えるのが一般的である。つまり、日本チャンピオンといえどもファイトマネーのみで成型を成り立たせるのは極めて難しく、ほとんどのチャンピオンや選手は他に副業を持っている。これは、現在の日本で、 ボクシングが多くの客を呼べないイコール金にならないからであるが、それゆえ、星野慶太郎以降、セレス小林や長谷川穂住など、現役の世界チャンピオンであっても、副業を持っている例もある。しかし当然ながら、副業による心身の消耗も考えられ、愛好家や関係者らから、ボクシング人気の復活とと,ともに、選手の経済的な負担を軽減する要望が、上っている。 この事情は、選手が所属するジムも同様で、2007年6月には、井岡広樹や山口啓治、高山勝成らを輩出した、大阪の名門、グリーン津田ジムが、経営危機に陥っていることが、明らかになった。副業に関しては、選手の間でも、賛否両論ある。元 WBA 世界、スーパーフライ級王者、河野公平は、日本王座ダッシュまでアルバイトを経験しているが、 くたくたになって練習するより、ボクシングに集中した方がいいという理由で、ボクシングに専念。一方同級の元 WBC 世界王者、佐藤洋太は、今までの生活を崩して、歯車が狂うのが怖い。仕事を辞めたら、遊んじゃいますよと引退までアルバイトを継続していた。選手の、こうした、経済事情は引退後も同じで、事務経営やトレーナーなど、 プロボクシングに関わる業務は人員が限られるため他の実業を営むケースが多くなる。しかし一般にプロボクサーは10代でデビューするものが多く、大学卒業資格や技術資格を取得しているものも少ないため、一般企業への再就職は困難な場合が少なくない。そうした事情を鑑み、JBC では2007年に安高地強事務局長が中心になり、 警視庁の警官採用説明会を実施した。これは、プロボクサーとして培った充実した体格を生かせる場として考えられたもので、警視庁サイドの反応も良好なものと言われている。JBC では、今後、一般企業にも方針を拡大して引退後の再就職をバックアップするとしている。プロボクシング界と暴力団とのコネクションは、以前から根強く囁かれている。 渡辺二郎のように引退後に裏家業に身を投じる者も少なからずいるほか、主に世界戦などでリングサイドにそれとおぼしき人物が陣取っている光景はもはや風物詩とも言えるほど見慣れたものでもある。そこからテレビ中継などで一般視聴者に与えるイメージは好ましくないものであるとして2007年4月に JBC と協会は警視庁と合同で 試合会場から暴力団を排除する声明を発表した。同年5月3日に有明コロシアムで開催されたトリプル世界戦では一定の効果があったとして今後も対応を継続する方針である。2006年9月27日に行われた亀田大輝の試合終了後において父親でありトレーナーである亀田志郎が会場の後楽園ホールにおいて 息子に対しての観客のやじに起こり暴力騒動を起こし後楽園ホールの所轄である警視庁富坂警察署が関係者に事情聴取を行うという異常な事態にまで発展した。これに対し素人レーナーらに JBC は厳重注意処分を行った。次に2007年3月24日に行われたカメラコー対エベラルドモラレス戦においてリフェリーを務めた。 浦谷信明に対し素人レーナーが暴言を吐き、浦谷がライセンス停止を含む厳正な処分を求める要望書を提出。これについて素人レーナーが謝罪したため JBC は厳重注意処分とした。今度は2007年10月11日に行われた亀田大輝対内藤大輔の試合で大輝が内藤を試合中に繰り返し悪質なサミング投げ飛ばすなどといった 反則行為を行い、それに加えセコンドの後期の目を狙えといった発言をテレビカメラに撮られたり、素人トレーナーが再度同活騒動を起こしたりなど問題となった。その後、素人トレーナーはセコンドライセンスの期限停止処分を課された。2008年に亀田兄弟は共栄ジムを離脱し、新しい会長を据えて設立された亀田ジムに所属。 2010年2月頃に志郎の処分会場へ向けて、東日本協会が賛成多数で可決して、ほぼ確実とされていたが、3月28日のカメダ、後期対、ポンサクレック・ボンジョンカム戦後に白トレーナーが、再び同活騒動を起こし、ライセンス資格取り消しに至った。それ以後、郎は兄弟に、トレーナーとしても、セコンドとしてもつくことはできなかったが、 2013年8月1日にフィリピンで実施された亀田和樹の WBO 世界バンタム級タイトルマッチでは国外の試合で JBC 規定が適用されないためセコンドについた。また亀田大輝が2013年9月3日に国内で IBF 王座に挑戦することになり2013年8月3日に日本で セコンドにつきたいと JBC へ復帰を申請した。結局は試合までに JBC から復帰が認定されることはなかった。2014年2月、昨年12月の亀が大器の統一王座戦に絡んだ、負けても王座保持問題に絡み、亀田事ジムはライセンスが取り消されている資料の影響力が大きいことが問題視されて、亀田ジムの会長とマネージャーのライセンス更新が、 拒否され、指郎の影響力が排除されたジムでないと、亀田兄弟は事実上日本国内で活動できないことが報じられている。ボクシングは頭部への打撃を浴び続けることで脳への障害も懸念されており、安全面への対策も課題に上がっている。一方、日本国内では原則37歳の誕生日でライセンス執行としているものの、 賛比両論があり一部改正が行われている。1980年代半ばにプロテスト受験者への頭部 CT 受診を追加し、2007年春よりプロテスト受験年齢の上限が30歳未満から33歳未満に引き上げられ、30歳以上の受験者には CT に代わり、MRI 受診が義務付けられている。しかし、2008年に入り長平がリング下に相死亡し、 加えて、達吉城一郎が37歳定年制に伴い、引退勧告を受けたにもかかわらず、タイに渡り試合を強行したことで議論が増している。同年11月、全国コミッションドクター会議を初めて開催。レフェリーストップの基準をはじめ、脳の障害度を測る、新システム導入も検討される。一方、ボクサーライセンスの年齢制限。 引退勧告についても議論されるが、37歳は早すぎる年齢とは関係ないなどの声も多く、37歳、定年制の見直しも検討に入る模様。なお西沢義則は定年を超えても現役続行を志願し、40歳を超えて海外での試合と日本では未公認のマイナー団体の世界王座を獲得、2013年8月5日に47歳で、 引退するまで現役を続けた。海外では、キッズボクシングと呼ばれる、中学生以下の年代による競技会が開催されており、幼少期よりボクシングに慣れ親しむ環境にある。そのため、トップボクサーの多くは、10歳前後までに競技を始めており、キッズボクシングからジュニアを経てオリンピックなどアマチュアで、高成績を収めて、プロ転校、あるいは若いうちにプロデビューを果たしている。 一方、日本では、昭和30年代に、野口ジムが中心となって、日本ベビーボクシング育成会を運営し、西条正造らを輩出したが、その後は、中学生以下が競技に触れたり、練習の成果を確かめる機会は少なくなっていた。10代前半、またはそれ以前からボクシングに及んでいる選手は、長谷川穂積、亀田光希、青龍館らがいるが、彼らは、父親が、 ボクシングに携わっていたなど競技に親しみやすい環境にあったことに起因している。アマチュア経験無関係に中学卒業後より競技を始めた選手が多く、世界王座経験者でも25歳からの和島光一の例があり、田島義明に至っては28歳でプロデビューしている。それに対して、相撲、柔道、レスリングなど他の格闘技は、 幼少期から競技に触れる環境が多く、小川直也のような例外もあれど10歳前後までに競技を始めた選手ほど実績を残す傾向にある。そんな中、近年では全国ちびっ子ボクシング大会をはじめとする中学生以下を対象とした大会も行われるようになり、2008年からは JP は主導で全国 U-15 ジュニアボクシング大会を開催しており、 この大会から井上なおやらプロボクサーも排出している。一方でアマチュアも2009年以降アンダージュニアボクシングと称した小中学生対象の大会を開催する方向となった。しかし安全面などの課題も少なくない。日本ボクシング界において長年の間懸念されている事象としてプロアマ問題がある。一般的な他のスポーツ競技では アマはプロになるための登竜門的な意味合いがあるが、メダリストがプロに転向することが多いアメリカ等の諸外国とは違い、アマ組織とプロ組織の連携がほぼ皆無という特殊な状況に日本ボクシングは置かれている。また、これは日本だけの問題ではないが、ボクシングはアマとプロでは、ルールや勝敗、優劣の付け方が全く違う点もある。 戦前のオリンピック派遣をめぐりプロとアマチュアの間で衝突が起こり、以来長らく断絶状態が続いている。これはアマチュア側がプロのオリンピックなどへの出場を嫌ったことで、プロ経験者のアマチュア活動を拒否するようになった経緯がある。1990年代以降、特にプロ嫌いとして知られていた川島五郎体制下で顕著となり、アマチュア側は、 プロとしての選手経験のみならず、プロ関係者と接触したり何らかの形で、プロと関わった人物も含め、原則として門前払いにしており、プロ経験のあるアマチュア指導者がセコンドに入れないなど多くのトラブルも生んでいる。他競技よりも徹底したアマチュアイズムを現在も貫き通しているため、プロ関係者や一部アマチュアジムの間では、やりすぎの声も多く、 アマチュア側の歩み寄りが求められている。2010年に入り、アマチュア界の重鎮で、プロ選手を多く育成した、山根明の日本アマチュア連盟副会長、就任パーティーにおいて、山根と大橋秀幸ジェープバ会長が席上で握手を交わして、以降、プロアマの雪解けが進んでいる。これまでに、ただ悦子や名城信夫らがアマチュアと、公開スパーリングを行っており、 大会運営や日本代表の活動などで協力を約束している。2011年からは引退から3年が経過した元プロ選手のアマチュア指導を解禁する方針を打ち出した。これを受けて同年に適用第1号として赤井秀和がアマチュアボクシングの指導資格を取得、不祥事により活動を休止していた母校近畿大学ボクシング部の活動再開にあたって、 総監督に就任した。海外では、元プロ選手のアマ転校を認める国こそ中国など、少数であるが、指導者ライセンスをプロアマ一本化していたり、プロ工業内でアマチュアエキシビションを開くなど、一定の交流が認められている国は、少なくない。一方、アマチュアの国際組織である、国際ボクシング協会では、プロ大会、ワールドシリーズオブボクシングを開始しているが、 日本からの参加については、プロアマトも現在のところ特に言及していない。2012年ロンドンオリンピックで、ボクシングでは48年ぶり二人目となる金メダルを獲得した村田良太は当初、プロ転向を否定しアマチュアの指導者を続ける目標を語っていた。しかし2013年には、正式にプロ転向を減明し、ライセンスを取得。 このことが山根らアマチュアボクシング界から強い反発を受け、村田は日本アマチュアボクシング連盟から満場一致での引退勧告を受けた。アマチュアボクシング界からは雪解けに水を差す事態だと村田を引き抜いたプロボクシング界へも激しい批判が飛んだ。2013年2月3日、ジャブフ総会にて村田のプロ転向問題を受け、プロガーと紳士協定を結ぶ。 必要性が話し合われた。この前日には J プバ大橋会長から獲得した事務は連盟に強化費を寄付すべきだなどと提案を受けていた。日本オリンピック委員会からの委託金はあるものの JOC が設置した第三者特別調査委員会の調査報告書によれば強化費配分の基準となる2010年度の経常収益及び JOC による2012年度の 競技団体ランクでボクシング競技は五輪競技中で最低レベルの評価を受け、連盟の財政規模は五千四百四十六万円程度とされており、連盟は選手育成のためがしく海外遠征に強化費を費やしている。連盟は国の資金で強化した選手は連盟の財産であるとして、直接勧誘の禁止、選手の引退後の生活保障などについて、 内気を設ける方針を示し、同年5月26日の総会で、アマチュア規則最速を定めた。この最速は、同年7月1日から施行されている。登録選手はあらかじめ、アマチュアボクシング検証、倫理規定、アマチュア規則、競技規則、アマチュア規則最速に従う、胸の誓約書を提出し、またプロから勧誘されたり、対価を得て、 競技活動したりする場合には申請書を提出して、ジャブフの承認を得る必要がある。その後、7月11日開催の緊急執行部会で、アンダージュニアの登録選手には制約書の提出を求めないことを決議した。2018年、山根が一連の不祥事により、ジャブフ会長を辞任。その後任として就任した内田貞信新会長は一転して、 プロアマ問題の解決を進めることを表明。まず、11月1日に行われたプロ協会の臨時理事会にて、プロアマ間の協議を進めることを発表し、合わせて、プロアマ問題に関する対策委員会を設置し、委員長に内田会長と近代ボクシング部の同期である RK、鎌田事務会長流講和博が就任。20日に初のプロアマ協議会が開かれ、 その中で山根時代に規制されていたプロジム所属選手のアマチュア主催大会への出場の解禁をはじめオリンピック競技存続へ向けた協力関係の構築などが議論された。それに先立ち10月16日にジャブフは2020年東京オリンピックを目指していた元プロ世界王者高山勝成のアマ登録を認めることを発表した。JBC が認定する 日本ランキングは前述の通り A 級で勝利を挙げた選手を対象に作成されるが WBAWBC15 位内にランクされると除外される。1990年代前半までは特に問題視されることはなかったが1990年代後半に入ると世界ランカーにも日本タイトル挑戦を認めるべきとの声が高まり、 世界ランカーにも挑戦権が認められるようになった。しかし、これが、結果的に、チャンピオンカーニバルの王座挑戦権が、日本ランキング1位より、世界ランカーが優先され、日本ランキングの存在意義が問われるようになった。また、戦術する IBFWBO 加盟の議論においても、両団体を認定すると、層が薄い階級で、日本ランキング作成が困難になるという状況に、 なりかねないことが加盟に対して慎重になる要因の一つとされている。これらの問題点から JBC では世界ランカーも日本ランキングに残すべきだという意見も目立つようになった。2013年10月度からはそれまで各階級最大12位だった日本ランキングを15位まで拡大し、合わせて世界ランカーも日本ランキングに含めるようにしている。 2015年8月度からは、日本王座挑戦権に対する優先順位を明確に、するべく、世界王座を目指すため日本王座に挑む意思がない、選手を日本ランキングから外す、保留選手リストが設けられた。2018年4月度からは、保留選手枠に代わり、世界ランカー枠が設けられ、世界王者、地域王者、世界ランカー以外の選手は、 自動的に日本ランキングに組み込むよう変更された文献ありがとうございます。